こんにちは、堀口美です。堀口美です。はいはい、はい、今日はですね、なんと英検の回答速報が出ました。でもで、丸付けをしたんですよ、自分で。で、その結果を発表していきたいと思います。で、先言っとくと、希望はないないっていうか、7割角で打ちました。じゃあ、まあ早速発表していきますね。まずリーディングの大問1番、穴埋めの文法の問題なんですけど、これが25問中13でした。終わった。なんか前25問中15やってん、だから前より2個もできませんでした。で、大問2、これが文章の穴埋め問題でした。で、大問2は5問中4つでした。これはできた、できて、前も5問中4つやった。で、最後大問3は長文問題は10問中6問でした。ちょっと間違った。大問2が6問中5問正解や。そう、6問中5問正解でした。前が25やったから、だから合計で41問中24でした。いや、で 58% でした。これ割合で言ったら、前が41問中25問で、正答率が 61% だったので、やっぱり前の方が高いと。で、リスニングなんですけど、今回ちょっとできたと思ったんですけど、言っていくと、大問1が普通のなんか会話の感じ、ちょっと短い目の文章なんですけど、それが12問中6でした。で、次大問2、リスニングの大問2だった、パート2が、これが何個ある、13から26 16問中あ、ちょっと閉めちゃった14問中じゃあ12問中8でした。まあ割とこれはいきました。で、最後がパート3なんですけど、これはちょっと最初にシチュエーションっていう文章を読んで、そのシチュエーションから考えて、後から言われた問題を答えるっていうやつなんですけど、これがなんと5問中1でした。で、だから29問中15問正解で、パーセントが多分 51% ぐらいだと思います。やばくない？普通にこれ落ち角やんな、落ち角が分からへんけど、前が 61%、 55%、 ライティング 81% でギリギリ落ちました。この調子で言ったら58、51だから、ライティングが 90% ないと無理なんですよ。前がライティング16点中13点だったので、15点は取らないといけないんですよ。でも姫、ライティング前より自信ないんですよ。前結構できたなと思ったら、まあ、できてたんですけど13点だったので、今回は多分おそらく落ちたかな。もう連絡しました、ママにも連絡した。ほんまに、申し訳ない。まず君が直前は頑張ったけど継続的にやってなかったっていうのと、まあそうやな、もう主にそうです、もう勉強不足やな、言ったら。まあもっとコツコツやった方が良かったかなっていう感じがします。なんか姫の知り合いがなんかコツコツ勉強してはったんですよ。そしたらその子は今結果聞いたら8割8割でも確定ゾーンにいらっしゃるんですよね。
だからそれを結果を自分の結果あの見る前にあの聞いたから、あ同い年でもこんなに取れる子おるんやと思って、あじゃあ姫も今回いけてるかもなって思ってたらたら半分しか取れてなかった。マジでコツコツ勉強の大事さを知った。で今回の英検が5月で、次が11月になっちゃうかな、こんなことないよな、10月か、10月になっちゃうのでちょっとできひんかもしれへん英検だから、もしかしたら CBT で受けたいけど、あの何やろ、いろいろ今回もそうなんですけどテストと被らんようにしたいし、あと夏期講習とかも入ってくるので6月中にやりたいけど、6月には体育祭と遠足もあるんですよ。でも6月しかないよな考えたら。もうなんか参考書とかも買ったし、めっちゃ恥ずかしいのが単語さ、めっちゃさ見せたと思うけどさ、付箋バッサバサでったのにさ、もう13個しか買ってなかった。やばくない？普通に、だってさ、さっき言った知り合いの子は25問中22個の単語があったんですよ。姫さ、前の受験からあのやってるから、その子の場合は勉強してはないかもしれへんけど、まあ、それぐらい期間があったのにもかかわらず、その子よりも一回り小さい点数となってしまったんですよ。自分のなんか怠慢さっていうか、まあ、そういう性格なのはもともと知ってたけど、改めて思い知らされたなーって感じです。まあ、今落ちててよかったんじゃないかなって思います。これがもし受験やったらあれやから、もう落ちる時に落ちとこうぜみたいなマインドでいきます。とりあえず姫、今すごい早口かもしれへんけど、あの明日テスト最終日なんですよ。で、あの地理、倫理、政経、英語っていうあの やばい教科が並んでて、ちょっとマジで勉強しないといけないんですけど、もうとりあえずもう英検のことはもう、まあこれぐらい頭に置きつつ、もうとりあえず社会を詰め込みたいと思います。もう気にしてたら終わりよな。逆にもう2次の準備しなくていいっていうのがあるので、その分受験勉強に費やそうと思います。また次頑張ります。次、まあ結果が届いたらもしかしたら回転とかで大逆転があるかもしれないので絶対ない、ね、まあまあ、とりあえず結果が届いたらまた点数と一緒に皆さんにお知らせしたいと思うので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちください今英検不安で姫の動画見てる方いらっしゃいますか？全然落ちることは悪いことじゃないのでもう必死、もう自分悪いことじゃない、ほんまに次頑張ればいいから。そう、次がある、から英検は何回も受けれるから、今回そんなギリギリで受かっても仕方ないで、ギリギリで受かったとしても、もし点数重視の人に見られたらあれやから、次もっと取ったるぞっていう気持ちで受けましょう。まあ、前もこれ言ってんけど、前より低くなっちゃったんけどな、まあ、姫を反面教師として、だから姫みたいにならないようにしてください。それだけ今回お伝えします。はい、以上堀口めの動画でした。チャンネル登録、インスタグラム、高評価よろしくお願いします。あとちょっと姫のこの点数の結果見て、ちょっとアドバイスあったら教えてください。ライティングもちょっと頑張ろうとか、いろいろよろしくお願いします。バイバイ。